実はハウルの動く城にはですね、続編があるんですね。それは何かというとですね、この続編はですね、2001年、続編の制作というの話はですね、2001年7月、千と千尋の神隠しのところまでちょっと話が一回遡りますね。で、千と千尋の神隠しが公開された頃とですね、宮崎駿ってマジで引退を決意してたんですよ。本当に、もうもともと物抜け姫で引退するつもりだったのが、千と千尋でもう一回だけ大作をやって、でその時に、庵野秀明に言わせると、明らかに宮さんはアニメーターとしての力が落ちてると。で、かつて、母を訪ねた三千里とか、あと、その未来少年コナンの時に見せたレイアウト力とかが、全部、弱くなってきて、でハウルもものすごく僕らから見ればすごいいいんですけども、彼のようなですね、そのアニメーター、元宮崎駿の作品を作ったアニメーターの視点から見ると、なんか千と千尋の神隠しってやたら真横からのショットが多いしですね、なんか天才宮崎駿と思えないというぐらい、やっぱね、才能が枯れてるんじゃないですよ。もう年取って体力がなくなってきてるから、カメラ位置を微妙に決められないっていうふうに言うんですね。で、それもあったんでしょう。周りから言われるまでもなく引退を決意してました。2001年の7月ぐらいですね。で、それもあったんですけども、2001年というのはですね、10月にジブリ美術館がオープンした年でもありましてですね、実はその千と千尋の神隠しっていうのは後半ですね、宮崎駿は半分以上そのジブリ美術館に気持ちが持っていかれてたんですね。で、千と千尋のラストあたりっていい意味でいい加減に作ってるんですよね。これも鈴木敏夫さんもおっしゃってるんですけど、いい意味でいい加減に作ってるので、だから余計に宮崎駿の無意識が大量に出てると。だから顔なしをメインのキャラクターに後半どん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 登場分数が多くなってくるのも、あれはなんかそのあらかじめ作ったものではなくて、どんどん途中で、ジブリ美術館やらなきゃいけないっていう中で、どうやって千と千尋のクライマックスまとめようかという時にですね、思わず無意識でパパッとやっちゃった部分が出て、それでなんか奇跡のような名作に仕上がったですね。そういうような作品でもありますんで、でですね、その千と千尋のですね、公開後、やっぱり宮崎駿はですね、引退をですね、もうずっと言ってて、2年間ぐらい本当に長編アニメ何も作らなかったんですね。で、代わりに美術館用の短編を、1年間ですね、一遍に、3本4本ですね、作ったんですよ。3本同時に頭から作ってて、4本目5本目ですね、すぐに準備に入ったんですね。で、2001年の末には、つまり、美術館が公開してですね、それ美術館の公開が2001年の10月1日なんですけど、もう年末にはですね、美術館の映画館ですね、地下に土星座って映画館があるんですけど、専用映画館なんですけど、そこをですね、ミニ改装というかですね、壁画をですね、描き始めたんですね。で、壁画描いたのはですね、画家であり漫画家の井上直久さんです。イバラード物語というシリーズで有名な方なんですけども、耳を澄ませばのですね、中に出てくるです。バロンのくれた物語のですね、舞台になったのが、そのイバラード物語ですね。で、その世界のですね、壁画を描いてもらったんですよ。で、その壁画はこれです。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。これ土星座にですね、ある壁画なんですけどもですね、井上先生がですね、これは別の場所に描いてる、これはジブリ美術館の1階かなに描いてるですね、こう場面なんですけども、で、この壁画ですね、実は少しずつ少しずつ描いたので、完成までにですね、大体半年以上かかってるんですね。あまり必要もないでしょうけども、ちょっとこれ、こういう風にしときましょうか。よいしょ。あんまりアップグレードってね、フリップ使わないので、で、壁画を描いた時にですね、井上さんと宮崎駿はですね、割と長い目に世間話とか会話してるんですね。で、その中で井上直久さんはですね、次はこんな絵本描こうと思っているという次回作の構想を話したんですね。で、そのタイトルがですね、星を買った夜っていうですね、お話なんですよ。で、宮崎駿はその話をすごい気に入って、二人でわーっと盛り上がったんですけども、ところがですね、話を聞いていた宮崎駿は勝手に自分の頭の中で主人公を男の子にしてたんですね。で、男の子の話ですね、どんどん組み立てていくと、ところが井上さんはですね、中で主人公女の子だったんです。女の子のまま。で、どっちがいいのかってお互い譲らずというのも変なんですけど、話してるうちに宮崎さんは、じゃあそれなんかアニメにしようって言った。短編アニメにしようというふうな形でこう話したんですけども、ところが井上さんは、いや、それは男の子ですよっていうふうに言って、話がまとまらなくてですね。で、
その後、まあ、お話がなあなあになってですね、結局井上さんはですね、絵本も書かずじまいだったんですね。で、まあ、宮崎駿このまま短編の映画ばっかりを作ってですね、本当に引退かと思われたんですけど、しかし、彼を刺激する事件が起こったと。引退を決めていた宮崎駿がですね、動き出したのがですね、2002年の4月。早いですよね。2001年の7月に千と千尋公開して引退するって言っててですね。で、もうこっから先は美術館用の短編、まあ、本当は作らないって言ったが、美術館用の短編アニメを次々と作り出してですね。で、2002年の翌年の4月にはですね、もう、次の作品をですね、考え出したんですね。で、何かっていうと、実は西暦2000年の頃から2年以上ですね、かけて準備して、作画までですね、もうほとんどスタートしていた、ハウルの動く城。これは細田守さん版のですね、ハウルの動く城なんです。ここからですね、4月に細田守さんをクビにしてですね、で、宮崎駿はですね、もう自分が、ハウルの監督をするというふうに言い出した。ここでもう引退宣言撤回になるわけですね。で、細田版の絵コンテは全て捨てられて、宮崎駿版ハウルは2004年11月20日にですね、2年後にですね、公開というふうなことになった。これはもう本編のハウルの解説でも語っている通りです。しかしですね、このハウルを作っただけでは宮崎駿は収まらなかったわけですね。やっぱり一回引退しちゃうと思ってて溜まったものがあったんでですね、ハウル本編の中ではどうしてもイメージは収まらなくてですね、なんとですね、ハウルの少年時代ですか、いわゆるその前となる作品をですね、どうしても書きたくなって、もう今となっては3年前に、井上さんと話したですね、イバラードの世界観ですね、星を買った夜でですね、それを書こうというふうに、書きたいというふうにどうしても思っちゃったんですよ。しかし、原作上のですね、井上さんとも意見が合わないまま、なぜ宮崎駿を書きたいのはハウルの話です。ハウルとして星を買った夜を書きたかったんですけども、井上さんはですね、あくまで主人公女の子の自分のイバラードの中の話だというふうなことなんですけども、で、そこで宮崎駿が何をやったのかというと、原作者に無断で絵コンテを書いてですね、もうコミケですよ、こんなの。同人誌ですよ。原作者に無断でコンテ書いてですね、で、コンテ完成したらそれを鈴木敏夫に渡してですね、鈴木さん、これで何とかお願いしますっていうふうに言ったんですね。で、鈴木敏夫がですね、宮崎駿、駿のコンテもらって、って思ったんですけども、まあ、こういう時に何とかするのがもうプロデューサーの役目ですからですね。鈴木さん、井上さんのところに行ってですね、頼み込んで見せたら、まあね、結局絵本書かなかったという部分も大きいでしょうけども、井上さんはですね、なんと OK してくれましてですね、2006年に、完成しました。完成したのがこれですね、星を買った日っていうですね、スタジオジブリのジブリ美術館でしか見れない短編映画です。で、実はこれさっきも言ったようにですね、ハウルの続編なんですね。ハウルの続編っていうのはですね、2012年にですね、鈴木敏夫さん自身が、説明しています。ニコニコ生放送のですね、押井守がですね、ニコニコ生放送のブロマガをですね、始めた記念放送の回にですね、鈴木さんがですね、ゲストとして来てですね、で、そこでですね、主人公のノナっていうのがいるんですけども、彼ですね、彼がですね、少年時代のハウルっていうふうに言ってるんですけど、確かにね、ハウルなんですよね。で、ハウルがまだ、自分の髪の毛を染める前のですね、鈴木さんに言わせると、ハウルの童貞時代っていうことですね。にですね、をです、登場人物、主役にしたやつなんですよ。で、ハウルがですね、主人公なんですけどもですね、その、主人公ノナの相手、年上の美女ニーニャっていうのが出てくるんですね。この3枚の絵ですね。ニーニャ、この女の人です。ちょっと黄昏れた感じのですね、いい女なんですけど、これがですね、荒れ地の魔女なんですよね。で、ハウルがですね、荒れ地の魔女と暮らしていた時代ですね、荒れ地の魔女と、恋愛していた時代っていうのをですね、書いたんですね。実際にはその、ハウルっていうのは、ハウルと言わずにですね、ノナと、ニーニャという登場人物の名前になってるんですけど、で、そんなハウルがですね、後に大人になって荒れ地の魔女を捨てて、ソフィーと一緒に暮らし、さらにソフィーだけでなく、荒れ地の魔女ももう一回一緒に暮らすっていうですね、
なんかそういうすごい不思議な話がですね、ハウルの動く城なんです。で、ジブリや汗まみれというですね、鈴木敏夫さんのラジオ番組をですね、書籍化した単行本の3巻にですね、宮崎吾朗さんがですね、宮崎駿の息子ですね、アニメ監督がですね、ゲストに出てます。で、173ページですね、父宮崎駿の作品のことなどというタイトルでですね、やっぱこう、鈴木敏夫と宮崎吾朗の対談が載ってるんですけども、ハウルどうだったっていうふうにですね、鈴木敏夫がですね、一番に聞くとですね、息子が即答したのがですね、いや、あれはもう息子として嫌でしたっていうふうに言うんですね。で、老人同士の三角関係がもう生々しすぎて辛いですよ。だって、ハウルっていうのは実はヨボヨボのじいさんで、で、荒地の魔女もまあ同じでしょ。荒地の魔女が魔法を奪われたら実際の年齢になるので、すごいおばあさん。で、ソフィーも心の中が老人だから老人になったというような形で、本来で言えば、その、息子として見れば、父親ぐらいの年齢の人たちっていうのはもう恋愛っていうのから離れてサバサバしてほしいのに、ファンタジーという形態でなんか自分の心の中を語ってる私小説みたいで生々しすぎて、あれはもう勘弁してくださいっていうふうに言ってるんですね。で、まあそういうですね、不思議な作品がですね、星を買った夜というですね、短編アニメなんですね。で、これは見たくてもですね、ジブリ美術館の映画館に行かないと見れないんで、そのジブリ美術館の映画館でやってるアニメもですね、まあ今月替わりで、来月何するのかよくわかんないんですよね。本当にランダムに変わるから。で、年内はですね、ジブリ美術館休館するみたいなのでですね、来年再開したらですね、ぜひジブリ美術館ホームページで調べてですね、で、星を買った夜があれば、まあ、どの作品もすごい面白いからですね、おすすめなんですけどもですね、ぜひ星を買った夜を見に行ってください。そして、そこでですね、ハウルの前日譚として、まあ、多分、100年前とかですね、70年、80年前、100年前ぐらいなんでしょうね。まだ本当に若かった頃のハウルと荒地の魔女の間に何があったのか、どんな心の交流があったのか、それを宮崎駿がですね、書いた作品なので見てほしいと思います。岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。ぜひぜひ、ぜひぜひ、ぜひぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。